伊藤誠一7月26日から1945年4月7日は日本の海軍軍人。海軍兵学校39期。最終階級は海軍大将。長野おさみ列厳水不祝賀会記念写真1890年7月26日、福岡県三池郡高田町に父、梅太郎の長男として生まれる。 1911年7月海軍兵学校39期を15番で卒業。海軍兵学校同期に遠藤紀一、高木武夫、山形忠志号、岡高澄、角田角次、原忠和などがいる。1927年5月、少佐でアメリカに派遣。アメリカに滞在していた時、レイモンド・スプルーアンスと深い信仰を結んだ。伊藤が戦死した。 棒の三崎沖海戦の際、米式機関として攻撃命令を下したのはスプルーアンスであった。太平洋戦争海戦直前の1941年8月11日に軍令部次長に就任し、海戦前の国策会議に参画。海戦後、日米交換戦で帰国した海軍の中米大使館、武漢、横山一郎に対して、アメリカの最新動向に関する質問を、 伊藤自身が言ったというエピソードが残る。最初、アメリカの太平洋方面の日本への反抗経路を横山に質問し、横山はサイパン、洋島等と回答した。そして伊藤はこの戦争がどのように終結するかを検討するように横山に依頼した。横山はじっくり検討した末、どのようにしても日本の敗戦は避けられずうまくいっても、 日清戦争以前に日本の状況は戻ると伊藤に報告した。その報告の結果を聞いても伊藤は何も起こらなかったので横山は伊藤の人格に感心した。1944年6月マリアナ沖海戦の敗北後第341海軍航空隊の岡村元春大佐から航空特攻結行の意見具信を受けた第二航空艦隊司令長官。 福留茂中将は上京して、岡村の上進を伊藤に伝えるとともに中央における研究を進言した。伊藤は総長への本件報告と中央における研究を約束したが、まだ体当たり攻撃を命ずる時期ではないという考えを述べた。12月23日、第二艦隊司令長官に補えされる。1945年4月5日、伊藤は、 戦艦、ヤマトによる、海上特攻である天一号作戦参加を命令される。伊藤は、無謀な作戦になかなか納得しなかったが、伊藤の海軍兵学校時代の後輩である、連合艦隊三坊長、草加隆之助中将から、一億総特攻の先駆けとなっていただきたいと言われると、そうか、それなら分かったと即座に納得した。草加は、もともとは、 ヤマトの海上特攻に反対していたが、主席参謀、上重徳大佐が、連合艦隊司令長官、豊田総江に勝手に決裁を取ったために、草加が伊藤の説得をしなければならない状態だったのである。配属したばかりの士官を下ろした後、4月7日、大の岬沖海戦においてヤマトは、アメリカ航空艦隊の艦載機による総攻撃により撃沈され、 作戦中止の愚心特築艦による大和生存者救助を命じた後、伊藤は大和の長官室に残り、戦死した54歳没。4月7日付で海軍大将に特進。戦没者主君として、君一等局実大受賞を受賞。天一号作戦の際、第五航空艦隊司令長官であった宇垣間と伊中将は、 出撃中の第二艦隊に対して途中まで護衛戦闘機隊を出撃させたが、その護衛戦闘機隊の中に、伊藤の長男である伊藤明中伊登場の霊式艦上戦闘機も含まれており、父親の最後を空から見送った。伊藤は愛妻家であり、残される妻や子供に、親愛なるお前様に工事を託して、何事の憂いなきは、 これの上もなき幸せと中心より感謝、松室公意としき、最愛の地と瀬戸のという衣装を残していた。ありがとうございます。